皆さんこんにちは、せなくまです。今日も島づくり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は住宅街の島くり第1弾ということで、パッチくんとちゃちゃまるくんのお家周りを作っていきたいと思います。可愛い2人のお家が隣同士になるって考えるとめちゃくちゃ楽しみです。それでは早速地図で場所の確認をしていきましょう。今いる場所は前回作った住宅街の入り口になります。この入り口の奥に2段目の崖を付け足していって、住宅街のエリアを広げていきたいなと思います。こうして見ると本当に地図が埋まってきたなと思います。島の完成まであと少し。それでは早速島くりに入る前に本日の癒し担当のところへ行ってみましょう。お、クリスチーヌとパッチがお話ししてますね。やあ、セナ君、君、今日のおやつは何を食べるか決まってるの？おやつか、まだ決めてないけど。ちょっと、二人とも。クリスチーヌ焦ってる。おやつの話をするなら、ちゃんとあたいも混ぜてくんなきゃダメじゃん。あれ？一緒に話してると思ったんだけど。ごめんよ。じゃあまずは、僕のおやつ候補を聞いてくれる？パッチの候補。ババロアかキャラメル、あとクレープもいいな。うわ待って、全部美味しそう。てか全部ガッチャンできそうだけどね。どれにするか迷っちゃうラインナップだね。いやこれは悩むね。そうでしょう、昨日からずっと悩んでるんだけどちょっともう決まらなくって。昨日から今日のおやつのことで悩んどるんや。もうこうなったら全部食べちゃおうかな。それいいじゃん。いや思った、全部ガッチャンコできそうだもん。うじうじ考えてるくらいなら全部食べちゃった方がさだよね。よーし、僕決めたよ。今日のおやつはフルコースだ。あ、なるほど。私はガッチャンコして食べると思ったら、パチくんはフルコースで一品一品楽しむ派なのね。やとすると、キャラメルが前菜でババロアがメイン、クレープが締めってことかな。それでは土地作りからスタートしていきます。住宅街の入り口の階段を上った後ろ側に土地を付け足していきたいなと思っていて、結構広めの土地になるんですけど、ここには後々3人の住民さんのお家を移住したいなと考えてます。ということで、ひたすらある程度の大きさになるまで崖をどんどん付け足していきます。住宅街なので整備された感じを出しつつも、それぞれのお庭はその子たちらしさが出るような雰囲気にしたいなと思っています。よし、こんな感じでいいかな。実際に上に上がってみても、結構な広さがあって、2人分のお家を建てるのにはこのくらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。そしたら次は通路を作っていきます。石の階段や住宅街の入り口とも雰囲気が合うように、アーチタイルの道を使っていきます。階段からの延長でこのまままっすぐ敷いていきます。突き当たりまで敷き終わったら、こんな感じで OK。 続いて2人のお庭の一部になるところに砂の道を敷いていきます。この後砂の道の間には土の道も敷いていきます。このエリアは住民さんたちが動いたり歩いたりできるようなスペースとして残しておきたいなと思っています。よし、左右対称にいい感じに敷けたら、次はパッチとちゃちゃまるのお家の場所を決めていきます。奥側にお家を建てて、手前側には小さなお庭をそれぞれ作りたいなと考えています。なのでパッチくんのお家はまずこの辺りにしていきたいと思います。小さなお庭付きのお家、かわいいやろな。そしたらちゃちゃまるのお家もパッチのお家と対象になるように場所を確保していきます。この2人がお隣さん同士という事実が可愛すぎて、今からもう楽しみです。よし、こんな感じでお家の位置が決め終わったら、次はお家とお庭の間にちょっとした小道を作っていきます。私の最近の島くりでは定番化してきている石畳とアーチタイルの道を交互に敷いて小道を作ります。この小道も遠目から見た時にバランスよく見えるように、左右は対称にしておきます。よし、こんな感じで敷き終わったら、次はお家の後ろ側に木を植えていきます。今回はフルーツの木とお家との相性を考えて、パッチくんのお家側にはさくらんぼの木を植えていきます。各のレイアウトではフルーツの木との相性も考えながら進めていきたいなと思っています。続いてちゃちゃまるくんのお家の後ろにはリンゴの木を植えていきます。
赤っぽいピンクっぽい外観のお家とも相性がいいんじゃないかなと思ってます。うん、やっぱりフルーツの木って並べて植えてあるだけでも可愛いですよね。食いしん坊さんたちがかなり多いうちの島ではフルーツの木もとても大事です。土地作りが終わってブラブラしてるとグリシールちゃんが呼んでくれました。ねえねえ、今暇してる？よかったらこれから与えた宝探しゲーム次第は嬉しい、やりたい、久しぶりだな、やった。そんじゃちょっと待ってて、島のどこかに宝物埋めてくるね。1週間考え抜いたスペシャルな隠し場所だから覚悟しといてよやばい、クリスティーヌちゃんが1週間も考えてくれた場所か、大丈夫かな。いや、ルール説明は一旦いいや。ちょっとなんか見つけられるか心配なんだけど、今回は時間が短いから頑張ってね。マジか、短いパターンか。何分だっけ、3分、あ、3分だよね。うわ、間に合うかな。最近化石全然掘ってなくて、ちょっとここは多分もともとあったけん化石ないよね。ひとまず1個ずつ潰していくしかない。あれお宝をゲットしたぞ。待って、まさかの一つ目でお宝見つかっちゃったんだけど、チーヌちゃんの1週間ごめんチーヌちゃん、秒で見つけちゃったまあでもこれはクリスティーヌちゃんと意思が疎通してるという風にプラスに考えていきたいと思います。あったよ、セナタン、さすが。早速開けるからその宝物返して。なんかさ、この時ってプレゼントじゃなくて宝物っていうのがすごいいいですよね。なんだろう中身。そんじゃ行くよ、ドキドキのオープンタイム。中身何、めっちゃ気になる。じゃーん、サークルジャージでした。なるほど、これはセナタンにプレゼントするね。ありがとうグリスティーヌ、セナタンのおかげであたいすっごく楽しかったよ。また遊んでね。いや私もなんか1週間もかけて考えてくれたのにすぐに見つけちゃってごめんね。とりあえずさっきもらったサイクルジャージを着てみようかな。着てみるとこんな感じ。でもね、実はなんだけど、さっきしまくり始める前にちゃちゃまるがさ、サイクルキャップくれたんですよね。偶然だけどサイクリングコーデ完成してめっちゃ嬉しいありがとう2人とも。それではレイアウトに入っていきます。まずは鉄の柵のホワイトを崖の左端に並べていきます。レンガの壁とも悩んだんですけど、2人のお家の雰囲気をポップな感じにしたいなと思ったので公園感が出るようにこの柵を選びました。右側にも同じように柵を立てていきます。2人のお家周りがちょっとカラフルめになることを考えて、柵や共用部分はシンプルめな色で統一していきたいなと思っています。よし、こんな感じでいいかな。そしたらまずはパッチくんのお家周りからレイアウトを進めていきます。まずはパラソルをグリーンにリメイクしたカフェのパラソルテーブルを配置します。色味によって全然イメージが変わりますよね。このグリーンの色可愛くて好きです。カフェのパラソルテーブルの後ろ側にキノコのランプを配置していきます。大きめの家具の後ろに忍ばせることによって周りとの雰囲気をなじませていきます。続いてハスのテーブルを飾っていきます。ハスの葉にしっかり切れ目が入っているところが可愛いです。そして後ろにはカエルのチェアを飾ります。実は今回パッチくんのお庭で絶対飾りたいなと思っていたアイテムになります。キノコのランプとの相性もいい感じ。パッチくんのお家の中はキッズルームみたいな感じなので、お庭でも可愛らしい雰囲気で和んでほしいなと思っています。次はスケートボードを飾っていきます。パチ君のお家の外観はイエローがベースなので、このスケートボードも相性はいいんじゃないかな。そしたらお庭全体に黄色のコスモスを植えていきます。小さなお庭という感じなので、家具はあまり大きすぎず、ちゃんとパチ君が行き来できるスペースも残したかったので、お花を植えることにしました。よし、こんな感じでパチのお家周りは完成。続いてチャチャマルのお家周りを作っていきたいと思います。まずはリンゴのチェアを飾ります。赤い屋根が特徴的なチャチャマルのお家にはぴったりな家具だと思います。続いて飾るのはモロッカのトレイテーブルです。カントリーだけどアンティークの雰囲気も出せておしゃれ感満載です。そしたら次は丸太のスツールを飾って、リンゴのチェアの隣に配置をしたら、その上にはピクニックバスケットを飾っていきます。
たくさんのアプデ家具が出たけど、やっぱりこういうシンプル系のアイテムっていうのはずっと重宝しますよね。続いて丸太のベンチ、白樺リメイクを飾っていきます。ちゃちゃ丸がトレーニング後に休むスペースです。なので丸太のベンチの上にはプロテインシェーカーを飾っておきます。色もちゃちゃ丸のお家の外観やちゃちゃ本人の雰囲気に合わせてピンクにリメイクしてます。なんか可愛いしちょっと美味しそう。そしてお家の手前側には素朴な木製のホワイトを飾っていきます。ちょこんと飾るだけで雰囲気変わりますね。そして右側の柵の手前側にはロデオ風スプリング遊具を飾っていきます。ちゃちゃ丸さんにはブンブン乗り回してほしいです。そしたら今回ちゃちゃ丸のお家周りにはピンクのヒヤシンスを植えていきます。ピンク要素を追加することによってよりちゃちゃ丸のお家の外観とも相性が良くなったんじゃないかなと思います。うん、こんな感じでお家周りのレイアウト完成です。後ろのリンゴの木との相性もいい感じにレイアウトできたんじゃないかなと思います。それではこの後はパッチとちゃちゃ丸のお家をお引越ししていきたいと思います。実際にお家を移設した後はこんな感じ。おー、想像以上に色味の相性が良くて安心しました。結構2人ともね、お家の見た目が派手だったので家具の色選びには結構迷いました。でも全体的にポイントカラーを合わせたりで統一感は出てるんじゃないかなと思います。そしたらパッチのお家の前にも素朴な木製の柵を立てていきます。やっぱりここは左右対称になっていた方が綺麗だなと思ったからです。そしたら2人のお家の間にキューブライトを飾っていきます。夜こういう照明があると住宅街っぽい感じが出やすいんじゃないかなと思って飾ってみました。カラフルな色にするかちょっと迷ったけど、ここはバランスを取るためにホワイトを飾っておきます。そしたらキューブライトの後ろ側両サイドに街灯を飾っていきます。こちらも柵やライトとの色味を合わせてホワイトにしています。うん、そしたらこんな感じで2人のお家周りのレイアウトは完成です。ポップな雰囲気が2人のイメージにもぴったりなんじゃないかなと思います。それでは最後にこの後奥のエリアにも関わるアイテムを飾りに行きたいと思います。もう島に何個も置いちゃってるんですが、ここに噴水を飾っていきます。やっぱり噴水があるとみんなが集まれる場所という感じがして、なんか飾りたくなっちゃうんですよね。そしたらあとは2人のお家の前に砂の道を1列敷いて、入り口玄関っぽい感じになったら、うん、こんな感じでパッチとちゃちゃ丸のお家周りは完成かな。はい、ということでパッチとちゃちゃ丸のお家周り住宅街第1弾の島クリエイト完成です。ポップでカラフルな感じのお庭作りは最近できていなかったんですが、2人にぴったりなお家周りになったんじゃないかなと思います。この後の紹介ムービーもぜひ見ていってください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Knock me off, quick. Oh, knock me off.